調理機材とバーナーが含まれるトランギアの高製品使用中のミニトランギアストーブガス燃料バーナーで使用中のトランギアストーブトランギアはスウェーデンのトラングスビッケンにあるポータブルストーブ関連製品メーカートランギア1が製造するアルコール燃料を使用するポータブルストーブ関連の製品群の商標であるこれらのストーブは主にバックパッカー向けに軽量、剣道 単純な構造に特化して設計されている。1925年に初めて販売されたトランギアのストーブは当初一種類の燃料しか使用できないケロシン燃料の加圧式ストーブよりも好まれた。トランギアの特徴あるセールスポイントは普通のキャンプ用鍋よりも差して大きくない鍋がストーブのセットに含まれていることである。こうしたことから他社製ストーブで 使用燃料や構造が改良されてもトランギアは高い人気を保っている。トランギアストーブの核となる構成品はバーナーである。これはアルコールストーブに似た外観と機能を持つ小型の新中性のカップである。燃料をバーナーの中に注ぎ、添加する。炎の熱が燃料を気化させ、バーナー長部周りの23から24の穴から、 紛失させて安定した調理用の炎を作り出す。バーナーには取り外し可能なシマーリングが付属しており、これは熱の外部拡散を減じるために部分的に炎を遮断する。バーナーの中に予備の燃料を入れておけるように密閉式の蓋も含まれている。トランギアでは純正のバーナーの代わりに他社製のバーナーをガスカートリッジや ホワイトガソリンで使用できるようになっている。標準のストーブセットにはバーナーに加えて台座が含まれている。これはバーナーと地面の間に空間を作り空気の流入を助け、風貌となり、鍋と炎を覆う役割を果たす。またにこのビリー缶、鍋蓋、フライパンが標準で含まれ、オプションでやかんと鍋やフライパンの円に取り付ける、一般的にビリーグリップや交互で、 スポンドニックルと呼ばれる取っ手がある。傾向しやすいようにセット全体はひとまとめにできるような構造になっている。標準のストーブセットには様々な種類があり、種子の大きさの鍋や張り付き防止の表面処理が施されたものもある。他社製のストーブセットもあるが、これらは典型的にトランギア製バーナーとバーナーの土台、ごとくとして機能する軽量台座を含んでいる。 これらの商品は低効率の燃料を使用するが比較的軽量である。トランギア製バーナーはスウェーデン軍の反合キットの構成品にも採用されている。ミニトランギアもあり、これには標準バーナー、小型風防、800ml 鍋、15cm 軽フライパンと鍋、フライパン用取っ手が含まれている。トランギアのウェブサイトによるとセット全体で 重量は 330g ちょうどである。ミニトランギアは、標準サイズのトランギアよりもさらに携帯性に優れ、ほとんどの加圧式液体燃料ストーブよりも、軽量でさえあるが、標準サイズのトランギアに比べると風への耐性は、低く、遮蔽物がなく、風にさらされた環境では自作の風除けが必要となるかもしれない。もともとトランギアストーブは、 軽量さを確保するためすべてアルミニウム製であるが、アルミニウムは食材が表面に張り付いたりある種の食品の味を損なうために調理用としては不向きな素材である。後にトランギアは調理に適したテフロン加工を施した鍋とフライパンを導入したが早々にテフロン加工が剥げ落ちてしまった。その後にチタン製、超軽量アルミニウム。 アルマイト処理アルミニウム製や調理面にステンレスコーを貼ったアルミニウムであるディオスサル製の調理器具が導入された。2008年時点でディオスサル製はすでに販売されていない。日本への輸入代理店は岩谷プリムスが担当している。メスティンは型番 TR-210 でレギュラーサイズ。重量は 150g、容量は 750ml で、 サイズは1 7 9 5 6 2トル。ラージメスティンで型番 TR-209 で、重量は2 7 0ム、容量は1 3 5 0トルで、サイズは2 0 7 1 3 5 × 7トル。容量は倍近くあるので2人用の炊飯や、鍋料理などに適したサイズ。一人前の炊飯を行う際は、メスティンの内側にある、 グロメットを目印に水を入れることがポイント。AB 竹と柳沢。メスティンの使い方、炊飯方法、可準備。山旅旅。2020年10月8日閲覧。誠、弓。保存版。メスティンで上手に炊飯を行うポイント。山旅旅。2020年10月8日閲覧。ありがとうございます。